ちょっと雲が出てきましたけども、ね、まあ、気温は過ごしやすい感じですね。今国道246号線のところをちょっと歩いてますけども、はい、国道246号線の反対北側は北青山、南が南青山、うん、今日あの北青山2丁目にある秩父宮ラグビー場から中継をお届けしましたが、はい、あのサンウルブズのことってもうあんまり興味ないですか？いや、試合ちょっと気になってますよ。試合まだ12時5分からでしたよね。言う？言うよ、聞きたい。え、何ですかそのテンション。あの前半戦が間もなく終わるんですけど、どうですか？24対14でサンウルブズが勝ってます。ごめんなさい、めちゃくちゃ驚いちゃった。すごい、すごい。 あのね僕もすごく驚いています。あの最初サンウルブズリードであの展開していったんですけど、あっという間に逆転されて、はい、それをまたね逆転し返したんですよね。土壇場で。あのラグビーの得点の取り方って、はい、ほらトライとかキックとかあるんですけど、うん、ね、サンウルブズってなかなかあのゴールに近づけなくてキックばっかりで点を重ねてたんですが、うん、いよいよ最後にハッティングっていう選手がトライを決めて、それで24対14に。今のところ前半はね、これでね、オーストラリアのレッズが怒ってボコボコにされるんじゃないかと、ちょっと後半心配ですが、ね、後半があるんだ。いや、この調子でいってほしいな。そうそう、ハッティングってフォワードの選手だから、多分ね、これデザインされたプレーじゃなくてごちゃごちゃの中でトライしたのかもわかりませんが、ちょっと実際僕見てないので、ちょっともうこれ勝ったらね、歴史的勝利とかまた言われるわけですよ、はい、まあ、勝つたびに歴史的勝利っていうようなリーグで戦うのもどうかと思うんですけど、まあ、とにかく日本のチーム、ね、もうあの今日が天下分け目で、今日勝たないともう全敗しそうな勢いだというそういう話なんですが、あの、うん、天下分け目といえば、はい、ここ、北大山3丁目でも天下分け目が今行われてるんで、ちょっとお邪魔してみようと思います。北大山3丁目にあるお花屋さんです、うん、青山花も本店。ほら、お花屋さんって言ったら、あなた明日何の日なの？ちょっと、中に入りますよ、お店の。失礼します。今自動ドアの扉を開けて、あ、すいません、お客様が一人いらっしゃいます。大きめのお花屋さんです。綺麗に花が飾ってありまして、右手には、あ、いい香りだな、これなんだろう、これ芍薬。ちょっと香りを、あー、この香りだ。もう入った瞬間に芍薬の香りにつかまれる、白い大きなね、大ぶりの芍薬と、右手にはこれ胡蝶蘭ですよ。すいませんね、お客様、 TBS ラジオのちょっと生中継をしてまして、あの映りませんから、ラジオですから。お上品なお客様が今お二人花を選んでいらっしゃいます。胡蝶蘭って、ほら、ナイツの舞台でも飾ってあったじゃないですか、はい、これいくらぐらいするのかなって知ってます？高いですよね。高いです。5本差し3本差しっていうのがあるんですけど、はいはい、3本差しが3万円台、5本差しが5万円台、つまり何本刺さってるかで何万円かが分かる、まあ、こういう見方するとちょっとやらしいんですけど、あれね、垂れてる1本、あの舞台では1万円するんだ。だからね、ちょっと今度ナイツの舞台見に行った時数えてみようか。数えよう。この奥です、ちょっと奥を邪魔します。テニスコート1面分ぐらいの広さのお店の半分ぐらいがこれ作業場になってまして、今作業真っ最中ですよね、うん、はい、これ今何やってるの？今ですね、アレンジを作っております。はい、もう明日佳境ですもんね、皆さん ね、はい、そういうことですよね、何これは何用ですか？こちらはお供え用ですね。お供え、はい、お供え、どこに供えるんですか？こちらお客様の、まあ、法事がありまして。お法事、ちょっと待って、母の日用のはないですか？母の日用の今、はい、どっち？あ、こっち、はい、失礼します。今知ってます、母の日って、うん、カーネーションじゃないお花を今、ラッピングされてますが、これはあのどう見てもアジサイですが、はい、ハイドランジアと申します。アジサイの一種？アジサイですね。青っぽいアジサイを、え、アジサイって母の日に送るんでしたっけ？最近こうのトレンドとしては、ね、あのトレンドというわけではないんですが、季節ということで、うん、はい、花なのでアジサイ、ね、はい、アジサイを選ばれる方も、これ今鉢？8ですね。ですね、はい、これでおいくらぐらいですか？これでちょうど5000円ぐらいで、そうですね、ちょうど一抱えぐらい、アジサイが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 あるかな、そんな感じですよね。白と青のアジサイをアレンジしています、はい、あの明日ですよね、ハーフウェイに。そうです。間に合うんですかこれ？ここだけじゃなくて、まあ、他のところでもあのいっぱい作ってるので、はい、はい、はい、今から、まあ、夜遅くまで作って、はい、明日の午前中とかにお届けする考えです。あ、今まさに、作業をしている方が 1,2,3,4,5,6 名の方が作業をなさっていて、うん、もう着々と、あっちでは何進んでるんだろう。それは何の花束ですか？これ何用？花束ではない、バラです。あ、バラ、はい、
バラの、はい、これどっかに送るようですか。そうです、今から、はい、あのちょっと他の拠点のピンクのバラに、はい、バラが足りないってことで、はい、ちょっとバタバタして、あ、すいません、バタバタして、はい、いやいやいや、はい、今からバラと届けに行くところです。まさに、ここがもうあの今佳境という、いろんなところで今日は佳境があるんですけども、バラを今ね、そしてもう着々と準備が進んでいて、もう手際がいいんですよね、皆さん。うんうんうん、でこれでラッピングしてもお送りするってことでしょ。そうですね、今この、はい、お客様の方はお持ち帰りでお持ち帰りする感じですね。なるほどなるほど、はい、いいですね。きっとお母さん喜ぶんだろうな、こういうのもらうと。明日は母の日、いただくことってないですからね、はい、嬉しいですよね。カーネーションもいっぱいあるんですよね、はい、やっぱりカーネーションいっぱいあって、うん、入り口のところにカーネーションいっぱいありますけども、やっぱり、ね、珍しいのはね、青っぽいカーネーションですよね。そんなのあるんだ。そう、色をつけて最近青っぽいのとか出てきたりとか、あと紫の結構なんかこうエレガントなものとか、はいはい、これはちょっと黄色っぽくて真ん中がピンクっていう、そういうのもありますよね。スーパーカラーで進んでるんで、いろんなパターンの色を、はい、あの生産者さんたちが作ってくるんですよ、ね、だから進化してるのを避けるっていう感じですね。そう、はい、花言葉もあるのでちょっと調べて送っていただけるといいのかもしれないですけどね、これ1本の値段ですよ ね、 そうですね、赤いカーネーション1本432円ということになってます。そうですね、かなり大きいカーネーションなんで、はい、まあ、これぐらいのお値段になっちゃいますね。まあでも今日稼ぎ時ですね、結構ね、花束でもまさに、はい、今日占い、それでは小林さん、来週の中継もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ハードです、ありがとうございました。今日は天気間違いなしですね、はい、ですね、ちょっと暑くなるような、はい、はい、もう多分ね、汗ばむような陽気になるんじゃないかという、そんな予感がする日差しが。そうですか、もう半袖で大丈夫、短パンで走ってる人なんかもいますが、あのちょっと伺いたいんですが、はい、ラグビー詳しいですか。ラグビー、ラグビーはあまりわからない、ね、サンドイッチマンさんは詳しいですけど ね、 そうですね、はい、そうなんですよね、詳しい人と詳しくない人がパックリ分かれる、あのラグビーですけど、あのじゃ あ、 あの一番あのレベルの低い問題から言いますが、はい、あの秩父の宮ラグビー場、うん、どこにあるかご存知でしょうか。秩父の宮ラグビー場そこはね、小林さん、これがね意外にあの分かんないようだけど分かります、秩父じゃないの。よかったです、あの一部東京そうそうそう、一部あの、ね、本当に秩父にあると信じて、やまない人がいるみたいなんですけど、うんうん、はい、あの秩父の宮ラグビー場っていうの秩父の宮様から名前を取ったんですけど、だから秩父の宮って言うんですけど、まあ、場所はあのちょうど私が今いるのが、外苑前のイチョウ並木、分かりますよね、はい、イチョウ並木の通り、車がブンブン通ったり、今モデルさんが撮影なんかもしてたりする、うん、そんな陽気ですが、目の前には絵画館があって、イチョウ並木のこの並木道を入って1本目を左に曲がって1分もするとあるのが秩父、秩父の宮ラグビー場ということになります。秩父だよね、はい、うん、そうなんですよね。でこの秩父の宮ラグビー場で今日ちょっとラグビー界においては天下分け目の試合があるって知ってました。知らなかったです。もうね、もうかなり大変な試合があるんですけど、マスコミが全然騒いでないじゃないですか、うん、だからちょっと今日騒いでみようかなと思ってやってきたんですが、うん、もうファンの方、私が、到着したのが、8時ちょい過ぎ、9時前ぐらいなんですけども、数えたらファンの方が14人並んでました。ラグビーは全部で15人やるんですが、14人のファンの方が並んでいる。まあ、そういう状況が日本のラグビー界なのかもわかりませんが、まあ、これから人集まってくると思うんですけど、あの、そうです。日本の、ラグビーのプロチームって、今、めちゃくちゃ強豪のリーグで戦ってるっていうことを日本の人たち知らないと思うんですよね。南アフリカとか、あとオーストラリアとかニュージーランドばっかりがいるチームの中にいて、結構ボコボコにされているんです。で、そのうちの1試合が今日行われて、今日勝たないとかなり奈落の底に落ちていくような、そんな試合が12時5分キックオフ、10時会場。はい、もうちょっとみんなで応援しようじゃないか、集まってる方にちょっとマイクを向けて、どんな意気込みで今日来てるのか、はいはいはい、人知れず何とかしなきゃいけないと思ってる方が続々と今こちらに集まってるはずなので、10時の会場とともにマイク向け、はい、あなたどんな言を担いで来てますかなどなど聞いてみようと思ってます。ちょっとラグビ ー、 ラグビーにわかファンで結構です。今日応援してください。はい、国立競技場の秩父の宮ラグビー場の前に今立っております、うん、はい、今日は遠くでなんかアナウンス聞こえてますね、うん、10時に開場してファンクラブの方から中に入るということになっていまして、はい、今日はかなり暑い中で、まあ、試合が行われるということで、うんうん、
今日はラグビーについて、中継をお届けしたいんですが、はい、もう秩父の宮ラグビー場の今私正門のところに立ってます。さっき中継したのが東門、こっちは西側、反対側で西門と言わずに正門と言いますが、もう場内は赤いユニフォームで埋め尽くされてるとは言い難いんですが、結構多くの人が集まってます。チケットは1万はもうすでに出てるということで1万人以上は集まることは確実で、9時45分から当日券が売り始めました。今日のこの試合ですが、サンウルブズ対レッズです。さあ問題です、どっちが日本のチームでしょう。このぐらいのレベルですよね、本当に。あの、申し訳ないんですけど、あのラジオを聞きの方を置いていくわけにいきませんので、今日は一から、ご説明します。サンウルブズ対レッズ、日本はサンウルブズの方です。赤が、そうそう、赤いジャージが日本で、まあ、この赤も、ちょっとあのオレンジがかった赤でして、これをね、青山レッドっていうそうですけども、まあ、そういう名前がついてて、サンウルブズ、青山、そう、サンウルブズ、そうそう、サンウルブズというのが日本のチーム、はい、ヒーズル国の狼たちという意味でサンウルブズです。でチームカラーが赤で、この赤をこの秩父の宮ラグビー場が青山にあるので北青山2丁目だから青山レッドというそうです、はいはい、もうすでにこの段階で大変わかりにくいですね。はい、ついてきてください、はい、挙句の当てに今日対戦するチームが赤の複数形のレッズです。困りましたね、本当にね、困ってます。これはオーストラリアのチームです。今この秩父宮ラグビー場の数百メートル先では新国立競技場がもう着々と作ってるんですよね。時代は動いてるっていう感じしますが、あのちょっとラグビーのお話を、あのサッカーとか野球は皆さん多分お詳しいと思うので、サッカーとかラグビーとまあ基本的にまあ同じで、企業参加のチームがまあ戦ってるというリーグがまずラグビーも当然あります。それから外国と戦わなきゃいけないから日本代表っていうチームもあります。ここまではサッカーや野球とほぼほぼ一緒と思っていただいて、まあ今日のところはよしとしましょう、ところがラグビーはもう1リーグあるんですよね、これは何かというと、来年あのラグビーのワールドカップが日本で行われるんですよ、でそのために日本代表チームってもっと強くなんなきゃいけないじゃないですか、強くなりたいですよね、あと盛り上がりたいですよね、そんなわけで日本の、プロチームをわざわざ南半球の例えば南アフリカとかニュージーランドとかオーストラリアがガリガリに戦ってるリーグに放り込んで戦ってるというのが現状です。これがスーパーラグビーというリーグです。だからサッカーや野球と違うのはもう一個リーグが多く戦ってるってことですよね、日本の場合は。これはだからサンウルブズという、あの日本代表チームということなんですね。いいご質問です、日本代表とは言えないまでも限りなく日本代表に近いメンツが集まっているのがサンウルブズというチームです。へえ、でもサンウルブズは一つのチームなんですよね、企業のチーム、一つのチームです、企業のチームなんだけど、この、スーパーラグビーっていうこの南半球のリーグって、1年のうち2月から7月までの間しか試合を行わないんです、だから分かりやすく言うとこういうこと、2月から7月の間だけ招集される特別な日本のチームということです。それがサンウルブズ。そんなのがあるんだ。そう、2勝もそういうことなのよ。全然分からんね。それって、だからもう他のスポーツにちょっとない、そうなんです。日本代表でいいんですけど、そのリーグに参加するためにはプロチームを作んなきゃいけないんですよ。要するに、だから日本代表としては出られない。オーストラリア代表じゃないからね、向こうもね。ってことですね。そういうことです。この、スーパーラグビーというリーグは、はい、メディア王マードックって聞いたことありますかね、バブルの頃大活躍したマードック、この人がオーストラリア出身なので、テレビ業界にこう働きかけて、ラグビーで一儲けしようと思って作ったようなリーグとも言われています、まあ、そこに日本は入っていくわけなんですけど、強くなりたいからね、ところが全部で15チームあるんですけど、南アフリカのチームが5とか、ニュージーランド5とか、オーストラリア5とか、あとアルゼンチンも入ってたりするんですが、もうね、べらぼうに強いんですよ。もうめちゃくちゃ強いの。それで、2016年から参加してるんですけど、ボコボコに、やられています。もう、見るも無残な成績というか、2016年は、最下位、18チーム中18位。で、2017年は1個上がって、18チーム中17位。で、2018年、今年は全部で15チームで戦うことになって、2月から始まったリーグですが、9連敗しています。全部負けてます。全部負ける。
全部負けているチームは、うん、まあ、あのリーグの中、そう、頑張れなんですよ、今日ね、ちょっと応援してほしい、これがあのここで頑張れば日本代表も、まあ、日本代表の選手がこの中にいっぱい入ってるから、強くなってワールドカップでも活躍できるだろうというのが日本ラグビー協会の、まあ、見立てなんですよね。で、あの9連敗してて、今日がなんですごく大事かっていうと、サンウルブズっていうチームは、まあ、ほぼほぼ日本代表の皆さんが戦ってますが、はい、勝ったのがこの2年間で3回だけ、うん、ね、いろ、あの3回のうち3回とも全部この秩父の宮でしか勝っていません。つまり秩父の宮ラグビー場じゃないと、うん、はい、そういうことです。あの、まあ、勝てないっていう言い方をすると申し訳ないんですが、勝ったことがない、はい、で今日のこの試合って今年のこのスーパーラグビーでは10戦目なんですけど、うん、今日のこの10戦目を最後に今度は全部アウェーの試合になります。残り6試合、なるほど、やばいですよね、うん、やばいですよね、うん、9試合9連敗していて、今日10戦目でしょ、うん、で秩父宮が国内最後なので、ここで勝っとかないとあのまずいわけです。なるほど、あの全敗しちゃうあのかな、全敗しちゃうともう本当に火が消えちゃうのかな、うん、大丈夫かなっていう、うん、そういうあの勢いのところです、うん、だから今日はラグビーやる人にはめちゃくちゃ注目です、うん、あのちょうどこの正門前、外苑前から歩いてくる人、ファンの方はすぐ分かります。多分ラグビーやってる人って体格がいい、うん、実際ラグビーやった人みたいな人、うん、あと赤いユニフォーム着てる人ね、うん、そういう人は分かるんですけど、そうじゃない一般の方はこれ今日何のイベントかしら、なんだろうな、首をかしながら前を通る人が、まあ、8割ぐらい、だから日本のラグビーの人気ってそうなんでしょうね、うん、そういうものなんでしょうね。あの今日はここにいらっしゃってるファンの方、天下分け目なわけですよ、言ってみれば、はい、もう10時からイベントも始まっていまして、さっきは松任谷由実さんのノーサイドがかかってたりとか、うん、あとね、スクールウォーズのヒーローを、はい、まあ、これからかけたりとか、ね、やっぱりね、あの70年代80年代でラグビーって止まってるっていうか、うん、そういうものを引っ張ってくるしかないっていうのもあの実はね、あるんですよ。だからね、いや本当にそうな、ハーフタイムショーでヒーローを歌うことになったりとか、あと山下真司さんが来て、ラジオの特別番組、これあの TBS ラジオですけどをやったりとかするんですけど、いないのかな、40年ぐらい山下真司さん独占状態じゃないですか、はい、そうですね、そういうことなんですよね。その辺もね、ちょっとまだあの考え、そう、サンドイッチマンさんの番組もね、あの録音をここで撮るんですけど、それです。ちょっとファンの方にマイクを向けて、はい、今日どのぐらいシリアスなのか、どんな弦を担いできているのかなどのちょっと聞いてみようと思います、サングラスをかけた体格のいい男性、きっとこの人ラグビーやってたんだろうという人が一人、自動販売機の前でスマートフォンをいじってます、うん、すいません、 TBS ラジオの土曜ワイドという番組なんです、うん、生放送中です。あ、どうも。さすが、もうユニフォーム着てらっしゃって、今日は何人で見るんですか？今日は4人ですね。4人ですか、うん、体格からお察しするにラグビーやってましたよね。残念でした。ハンドボールだったんです。ハンドボール、失礼しました。素晴らしい体格でフォワードかと思ったら違うんですね。違うんですよ。ハンドボール、はい、あの数あるスポーツの中で、うん、ラグビーがお好きっていうのは何でかっていうのを聞いてるんですけど、何ですかね、谷圭さんがサングラスかけてるようなこんな感じの方です。ハンドボールのイメージないからさ。でも暑いですもんね。うん、うん、あ、唯一熱いスポーツですね。野球じゃなくて熱いスポーツ。野球硬すぎますね。サッカーは、サッカーの方が軽すぎ、あの体張ってんじゃないですか、うんうんうん、サンウルブズずっと応援してるわけでしょ、つまりは。あ、そうですね、あのもうあのスーパーラグビーに始まってから、はいはい、ちょっと今日あのちょっと今日勝たないとまずくないですかっていう話を。いや、ちょっと首絞めようかなみたいな。それどう、どうこれ。いや、でも、うん、やっぱりね、まあ、経験値が少ないですからね、まあ、ワールドカップの練習って言っちゃなんなんだけど、うん、でもちょっと勝ってほしいっていうのはありますけど、だって秩父宮でしか勝ってないから、今日勝つ、うん、今日勝たないと来週から香港行っちゃうでしょ。そうですね、リーグが、はい、それどうするのっていう、そういうお話を、うん、お、どうですか。待ってる。今日どうなりそうです。今日ですか、うん、ぶっちゃけ負けるんじゃないですか。ちょっと。いや、勝ってほしいけど、ぶっちゃけ負けると。今こう誰かと、ま、お待ち合わせですか。そうです。もうなんか飲み物とか買って、もう先飲んじゃおうかなみたいな。お酒持ってるの。なるほど、飲みながらね。なるほど、わかりました。あの今日あのあなたはこの天下分け目の試合にどんな弦を担いできましたかっていうのを聞いてるんですけど。弦ですか。うん、
え、靴入れないの？とりあえず、うん、すいません、ないです。ないよ。ちょっと、え、それぐらいオーストラリアって強いんですか？レッツってそんなめちゃくちゃ強いの？レッツ、あのね、40点差とかね、あの30点差とかで、あの負けちゃう。前だってレッツって五郎丸がいたところですね。あ、ちょっと五郎丸さんがいたやってくれると思いますよ。なるほど、うん、TBS ラジオなんですけど、ね、ちょっと食べ物配ってるんですけど、あのフルーツサンドとカツサンドどっち選びます？カツ。カツ。あ、即答でした、ね、それは当たり前でしょ。一応ね、一応そこはカツなんだ。わかりました。じゃあ、そのぐらいの元気ついてよ。お願いしますよ。お、ちゃんと応援して飲まずに。お願いしますよ。はい。カツ。今、男性の方が。女性とかに行ってみたいね、フルーツサンド。女性が今、サングラスかけて、多分お待ち合わせでしょう。赤い、すいません。TBS ラジオの土曜ワイドという番組なんですが。はい、こんにちは。ちょっと待って、あなた、まさかレッツのファンなの？え、はい、え、ちょっと待って、この人オーストラリアのレッツファンのレッツのユニフォームを着てらっしゃいます。え、本当？はい、そうです。娘が、うん、あの女子のレッツのチーム一員なので、すげー、女子ラグビーなんだ、お嬢さん。そういう由来のある、はい、あの奥様だから、オーストラリアの娘さんいらっしゃるんだ。はい、そうです。何年やってるの？もう10年ぐらいいるのかな。ラグビーやってんだ。あんまり知られてないんですけど。まあまあそうなんです、はい、今日そんなお話をしてる。そうですか。あの今日どうなりそうですか、試合？勝ちます、レッツですよね。はい、はい、失礼しました。ありがとうございました。レッツがよ。あ、そう、今会場ではイベントで松任谷由実のノーサイドのカラオケを歌われているという。誰が？お父さんと息子さんが今出てきました。すいません、 TBS ラジオの土曜ワイドなんですけど、息子さんと一緒で、はい、はい、ラグビーボールを持っているお父さんと息子さん、赤いジャージを着ています、はい、どちらから？品川です。品川、はい、いくつ？9です。9歳、はい、あの、はい、数あるスポーツがあるんですが、はい、お子さんと見に来よう、ラグビー、どうして、はい、男らしいスポーツだから、うんうん、はい、それだけですね。でもお父さんはラグビー経験なしです。なし、はい、そう、ちょっとあのなんていうのか、細表ですもんね。そうですね。そうですよね。はい、あの今日あのちょっとサンウルブズ、はい、ずっと応援してますよね、このユニフォーム着て。はい、着てます、はい、ね、応援してます。今日勝たないとかなりあのまずいような。いや、もう勝ちます、大丈夫です。こういう人、こういう人、ちょっと最近ついてるんで。本当？はい、運をもうグラウンドに送ります。あ、素晴らしい。何があったの？今日どんなゲンを担いできたのかっていうのを聞いてるんですが、人に言えないようなゲン、はい、なんかありますか？言えないようなゲン、うん、靴下が赤。ああ、なるほど。青山レッドですね。青山レッド、赤、青山レッド、はい、赤でもう今日はいけそう、はい、いけそうですか？いけます。わかりました。ちょっとお子さんに、あのすいません、フルーツサンドとカツサンドがあるんですけど、あのどっち欲しいですか？カツサンド。カツサンドですよね。わかりました。ありがとうございます。ちゃんとお子さんも分かってますね。ね、ちゃんと応援してくださいね、はい、なんとか乗り切ってください、はい、ありがとうございます。まあ、あのファンの方、はい、あの飲みに来てる方もいますけど、今みたいに熱いファンっていうのがもうちょっと増えるといいかもしれないですけど ね、うん、そうですね。キックオフは12時5分、多分あのこの放送中に、ね、うん、中間の点数とかはお伝えできていませんけど、どう、あの本当に今日は天下分け目なのよ、はい、ラグビー界においては、はい、皆さん知らないかもしれませんけど、なんかワールドカップに向けてね、サンウルブズ、はい、小林さんの予想でも絶対勝ちますよね、サンウルブズ。難しいと思いますよ、だって強いんだもん、レッツ。とにかくあの、まあ、胸を借りるつもりで、この暑さがなんとか日本チームにプラスになるというわけで、ね、そんな戦いをするということですね。わかりました。じゃあまた10時台の、うん、12時台もよろしくお願いします。